いばきらいです。毎週きあごめんなさい、失礼しました。3人でね、3人でもう本当に素敵に行きましょう。戻ってきましたか？戻ってきました、はい、はい、毎週金曜日は、はい、水戸芸術館アートディスカバリーをお届けしています。はい、今日のゲストには水戸芸術館広報の山本久子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、ということで山本さん、はいはい、ようこそお越しくださいました。お邪魔します。本当にクリスマスどうですか？3連休控えてお仕事ですか？仕事頑張ります。本当に頑張ってください、はい、私たちもお仕事で、はい、お仕事で頑張りましょう。頑張りましょう、はい、ましょうただね、本当に素敵な時期にはやっぱり水戸芸術館はやっぱり素敵なことをね、皆さんにお届けする方々なのでしょうがないと思うんですけれども、はい、まあなんといってもまず真っ先にその3連休に控えているとっても素敵なコンサートからお話しいただけますか？はい、クリスマス直前12月23日に、はい、コンサートホールで行われますのはクリスマスプレゼントコンサートです。プレゼントコンサート、はい、もうこちらはですね、毎年芸術館のコンサートホールでこの時期に行われている非常に人気の高いコンサートシリーズです。はい、もう今年はね、このポスターのデザイン、ヒイラギの可愛らしい、このヒイラギの葉の一枚一枚にあのプログラムが書いてあるんですけれども、はい、本当にこう盛りだくさんという感じですよね。たくさん葉っぱがあります、ね、本当ですよね、たくさんの葉っぱですよね、そのあたりからちょっとね、いろいろ気になるところをピックアップしてお届けできたらと思うんですけれども、はいはい、もうこちらはですね、クリスマスプレゼントコンサートというふうに題しております通り、もう水戸芸術館からのお客様へのこう1年の感謝の気持ちを込めて、もうドドンと音のプレゼント、そういうことなんですね、はい、プレゼントです、うん、もうだってこれね、ヒイラギが僕ちょっと今手元にこれあるんですけれども、うん、はい、このヒイラギがたくさんこうあって、はい、それぞれにプログラムがあるっていう本当にこれ盛りだくさんな形になってますよね。でまたこうバリエーションが非常に豊かな構成になってるんです、はい、あのこちらのコンサートを企画しておりますのが、池部慎一郎さんという、はい、とても、まあ、著名な、ね、作曲家の、はい、はい、池部先生なんですけれども、はい、池部先生はですね、あのよくこうラジオとかテレビとかでも非常にこう露出をされている方なので、ご存知の方も多いと思うんですけれども、はい、池部先生は素晴らしい曲を作るだけではなく、はい、あのダジャレも好きで、そうですか、はい、あのとてもね、軽妙洒脱な語り口が人気なんです。楽しい方なんですね、はい、その池部先生の、まあ、企画、そしてそのご本人による進行、これで進んでいくコンサートですので、プログラムごとにこの曲の解説ですとか、あるいはその聞きどころ、そういったことをとてもこう楽しいお話とともに、聞いていただく、そんな内容も楽しみの一つですね。わかりやすいですよ ね、ですっごい出演者の方がバリエーションに富んでるんですよね、はいはい、ちょっとあのテロップの方でご覧いただきましょうか、はい、はい、まあ、池部先生が今一番左上になってますけど、ね、なんかフルートの方も非常にこう凛々しくて美しい方が、はいはい、あとはまあハープですとか、あとはあのーコーラ、はい、コーラスというのもありますし、あとは今回ナターシャ・グジーさんという方、すごく右上の方、ね、気になったんですけど、特にその、これは今までに僕多分一回も聞いたことがないと思うんですが、はい、このバンドゥーラっていう楽器があるんですね、はい、はい、あのこのナターシャさんはですね、ウクライナ出身の方なんですけれども、あの歌も歌われますし、このバンドゥーラという楽器もお弾きになるという、まあ、弾き語りですね、そういった演奏をする方なんですけれども、はい、ちょっと写真の方ではなんかハープのようにも見えるような感じでしたけれども、そうですね、あのハープに属する楽器です、このバン、この何ですか、バンドゥーラというのは、はい、で、あの最近で言いますと、あの夏にあの某24時間テレビが、はい、ね、ありますけれども、あちらにご出演されて、あの皆さんよくご存知だと思うんですけれども、あの
千と千尋の神隠しで、はい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 、いつも何度でも、あの曲を、まあ、披露なさったというのは本当ですか、はい、なので、その方だったら見た聞いたなんていう方も、ねね、多いかもしれませんね。今回もそういったプログラムになるんですか ですかね。どうでしょう。あの細かな曲目に関しては、当日のお楽しみになっているんです。やっぱりそうですよね。そうですよね。楽しみですね。楽しみですね。本当にまず音色自体聞いたことないですからね。ですね。はい。で他にももうたくさんですけれども、はい、地元のね、あの子どもたちも出演するということで、はい、そうなんです。子どもたちも、はい、小さな子どもたちの合唱団も出ますし、あとはあの水戸市にあります水戸二高という高校の、はい、合唱部というのが非常にその歌唱力が高くて有名なんですけれども、はい、この子どもたちがですね、コンサートの前、始まる前と始まる後に、はい、エントランスホールでお客様のお出迎えとお見送りをいたします。すごい。いらっしゃいませだけではなくてですね、はい、歌でお出迎え、そしてお見送りをするんです。素敵。実は僕ね、去年行ったんですよ、このクリスマスコンサートに。ちょっと出演される方が、僕があのすごい友達だったりしたもので、そうなんですね。そうびっくりしたの、はい、で水戸芸術館 の、 あのロビーっていうと、パイプオルガンがありますよね。歴史ね、はい、でそれをそのパイプオルガンの演奏で子供たちが賛美歌を歌ってたんですよ。わあ素敵ですね。その雰囲気はとっても素敵で、はい、これもしねチケット買っている人は、あの本当あれ会場よりももうちょっと前でしたよね、はい、時間的に演奏をするのが会場中にあのお客様が、はい、いらっしゃる時に合わせて歌ってますので、はい、まあ、少し早めに ね、 ですよね。だから開演時間に行くと、ね、ギリギリ間に合ったなとそれが聞けないので、確かに、はい、しかもあれですよね、ちょうどたまたまアートタワーファンタジーとか、うん、あのイルミネーションを見に行った人も聞けますからね。あ、そうか、それは無料で外だから、はいはい、なるほど。エントランスホールは玄関口ですので、ですよ、はい、そこで歌われている様子はもうどなたでもお聞きいただくことができますよ。なるほど、すごい素敵な、まあ、本当にちっちゃい、僕が前回見たのは、はい、前半というか、その会場時間だったので、あの小学生とかのちっちゃい子どもたちが多かったので、あ、そうなんですか。まさに、ね、クリスマス の、 あの天使が歌ってるような、あ、いいですね。いや本当にそうでしたよ。だから可愛らしいんですよね、それをね、あのパイプオルガンの響きとともに味わえるっていうのは、パイプオルガンもいいですよね、はい、これぜひね、そうしたこともね楽しめるので、はい、あの気軽にもねお出かけいただけるんじゃないかななんて思うんですけれども、はい、はい、じゃあこのあたりの、もう一度この日にちと時間も含めまして合わせて、ご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、お日にちが12月23日月曜祝日にあたりますね、はい、開演時間が夕方5時でございます、はい、会場は水戸芸術館のコンサートホール ATM、 料金はこの通りになっておりまして、もう残席が非常にわずかということでなってますので、ぜひご予定まで決まってないよという方お急ぎください。はい、はい、こちらの方ね、ぜひねお出かけいただきたいと思うんですが、ですさあクリスマスが終わって、まあ、イバキラもさっきね、はい、もう明けましておめでとうございますの話をしましたけれども、芸術館も年明けからもう稼働すごいですね、はいはい、まず最初は、はい、まずはですね、こう楽しくなるような、笑い染めなんていうのはいかがでしょうか。なるほど、いいですね。新春一発目は、はい、笑いもうギラギラ笑って、はい、これ何行われるんでしょう。はい、風間盛雄さんによる伊勢日和という落語の会が行われます。風間盛雄さんといえばね、はい、もう超有名な俳優さんですよね。はい、説明いらずという感じでしょうか。映画、舞台、ドラマ、はい、もあらゆるシーンであの名俳優ぶりを見せてくださっている風間盛雄さんが、なんと新春早々落語家、話し家として講座に登場いたします。落語もされるんですね。そうですね。もともと風間さんというのは、はい、小さな頃からとってもこう落語が大好きだったんですって。あ、そうだったんですか。でもラジオにかじりついてずっと落語を聞いているような幼少時代だったなんておっしゃってます。でこう月が高じてというところもあると思うんですけども、はい、きっかけとしましてはこう舞台でね、はい、こう演じる役として落語家の役というのが回ってきたんですって。へ、役で、なるほど。でそこでこう役として講座に上がる落語家として振る舞うというのを経験して、うんうん、あ、やっぱりちょっとやってみたいなっていう風にそれがきっかけになったようですよ。それもなんか運命ですね。でその後はですね、立川文史さんですとか、もうそうそうたる方が落語家の方々と一緒に共演をなさったり、もう毎年一回必ずその講座に上がる機会というのが、まあ、設けていたりとか、どんどんこう経験をお積みになって、もう今ではもうお墨付きと言いますか。そうなんですね。もうプロ顔負けの
テクニックで、はい、水戸にね、水戸にお越しになるのは珍しいことなんですか、これは。そうですね、毎年いらっしゃってるだけではなくて、今回2回目になるんですけど、2回目なんですか。でも前回もですね、とってもこう軽やかな語り口で楽しませてくださいまして。そうなんですか、じゃあまあこれをね、新春早々、うん、本当にね、笑いはね、はい、本当に人を豊かにしますし、幸せにしますから ね、 ね、はい、いい年の始まりですよ ね、うん、ねできますよね、はい、でこちらもチケット大丈夫ですか、まだこちらも、もう間もなく怪しいかなというような感じですので、わずかですか、ですよ、ね、はい、ぜひ年内に、はい、チケットをご入手いただきまして、はい、こう楽しみにしながらお正月を迎えて、そうですよね、やっぱり本当ですよね、うん、はい、じゃあこちらもちょっとまた改めて情報の方をお願いできますでしょうか。はい、風間森生の会寄せ日和、お日にちは、来年1月11日土曜日、開演は昼の1時30分です、はい、料金はご覧の通りとなっておりまして、もうね、私ここに来る前にちょっと残席状況を見てきたんですけれども、はい、1階席が数枚、2階席、3階席ももう本当に、もうそこがつきそうかなという感じです。そうなんですね、本当にわずかですね。ご予約の方はお急ぎください。はい、まあ、こうした形で、まあ、年末年始とね、まあ、お休みがね、はい、ところで進んでいかれるわけなんですけれども、さらに年明けにはちょっと大きな企画ということであるようなので、はい、このあたりはぜひ後半に伺いたいと思います。はい、はい、ここで CM に挟ませていただきます。茨城ライ水戸芸術館アートディスカバリー、後半も山本さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして、まあ、笑い染めで ね、風間さんのね、うん、本当にこのプレミアムな機会を楽しんでいただいた後は、はい、これなんて表現したらいいんでしょうね、もう壮大なスケールのものというふうに言っていいんでしょうか。壮大なスケール、はい、音楽ファンの皆様のためには、待ちに待った機会と申し上げてよろしいのではないでしょうか。この4月から、芸術館の館長に就任いたしました、はい、マエストロ小澤征爾さんの登場です、はい、もう世界の小澤征爾さんですよ。そうですね、はい、でこれが、はい、はい、演奏会としてまずちょっとご紹介いただくと、はい、どういう演奏会になるんでしょうか。はい、1月17日と19日の2日間にあたりまして、はい、コンサートホールではこの水戸室内管弦楽団というオーケストラによる、はい、定期演奏会が開催されます。この指揮者はですね、今回マエストロ小澤征爾さんとナタリー・シュッツマンさんという、はい、2名の指揮者による構成での演奏会になるんですが、うん、もうそうそうたる顔ぶれですので、はい、残念ながらチケットの方は完売と。そうなんですよね、はい、なってしまっているんですが、がというところで今日はご紹介をいただけるんですよね。はい、はい、17日の、まあ、初日にあたる日ですね、こちらに、大スクリーンコンサートというのを行います。大スクリーンコンサート、はい、これはですね、毎年行って、ちょっとこう間が空いたりもしたんですけれども、もう文字通りですね、演奏会の様子を大きなスクリーンに映し出して、はい、みんなで無料で楽しんじゃおうと、無料で、うん、っていう太っ腹な企画なんですね。太っ腹ですね。はい、こちらはですね、はい、NHK さんの協力によって生中継される、はい、コンサートの様子を生中継して、はい、でそれをこうこれまでも千箱のほとりですとか、あるいはこう人がたくさん入れる体育館ですとか、はい、そういった場所で開催をしていたんですが、はい、今年はですね、芸術館の ACM 劇場という劇場の中に大スクリーンを設置いたしまして、はいはい、およそ300名様ぐらい入れる会場です。その方々に、チケットが買えなかったようですとか、はい、あるいはそのちょっとね、コンサート初心者だから、はい、どうやってチケット取っていいのかとか、あるいはその会場に行くのもちょっとこう腰が引けちゃうわなんていう方にも、より気軽にコンサートの雰囲気を味わってもらう、うん、そんな機会になるんじゃないかと思います。なるほど、なるほど、うん、そうですよね、うん、まあ、クラシックのコンサートというとですね、はい、僕もそういう音楽ホールっていうところの管理も少しちょっと以前の仕事でしたこともあって、うん、あ、そうですか。そうするとやっぱり、うんうん、みたいなこともできない、うん、あ、うん、緊張してね、緊張しちゃうと、緊張するとなおさら出るんだよ、あれって。あ、そうなんですね。だから不思議なもので、そういった意味では本当に、これからね、小澤征爾さんのやつを一度聞いてみたい、うん、でも本当のちょっとコンサート会場だとっていう方にもいいですよね、本当にね、おすすめで。なるほど、はい、このやっぱり大人気のチケットだったと思うので、はい、買えなかった方っていうのも結構いらっしゃるんですか。そうなんです、やはりこう、はい、頑張ってね、チケット電話をかけたり、したんだけれども、残念ながらチケットが取れなかったというと、お客様必ずいらっしゃるんですね、なんですけれども、そういった方にもこの
大スクリーンコンサートのこの生中継される映像というのは、実はですね、ご自宅のテレビでも、NHK の生中継でご覧いただけるんですが、やはりですね、コンサートの醍醐味の一つとして、そのライブ感というのがあると思うんですね。ライブ感、お家でこう映像を見て素晴らしい演奏を聞いたとしても、一人で拍手っていうのもちょっと確かに寂しいですし、周りは景色は部屋ですけど、日常のままだと日常のままですよね。ですが、コンサートホールではないにせよ、こうたくさんの、ね、皆さんと同じ時間を共有する、同じ音楽を聴いて、あ、もう感動して拍手をとかね、ブラボーなんてね、言ったりするのも、このライスクリーンコンサートだったら心置きなくやってください。そうですよね。300人ぐらい入るんですよね。そうなんです。なので、そのただ音楽を聴くっていうだけではなくて、その一緒に誰かと一緒に音楽を楽しむその空気感をね、同時に味わえる、しかもこう無料と、無料で、何はなくてもこの無料と。本当ですよね。あの ACM 劇場って風間さんのやつもそうなんですけど、僕も ACM 劇場好きで、ありがとうございます。特にあのね、2階席がいいんですよ。おー、2階席あの、そうすると今回の場合だと、よくヨーロッパの劇場とかだとバルコニー席ってやっぱあるじゃないですか。僕だったらもう2階速攻行って、2階からこうバルコニー席でこの小沢誠二さん式のそう、見れるんですね、これを楽しむなんていう感じもね、いけそうだななんて思っちゃいました。なかなか通の意見だと思う。そうですか。実は私も2階が好きあ、そうなんですか。もう意見が一致しましたね。でもこれ先着なんですね。そうなんです。申し込みなしで、あの生中継ですので、開演時間はコンサートと同じ7時なんですけれども、会場、あの場所に ACM 劇場内に入れるお時間というのが6時15分からご入場いただけるんですね。で、あの実はもうすでにこの会についてお問い合わせが相次いでおりまして。そうでしょうね。整理券なんか配るんですかなんていう方もいらっしゃるんですが、そういうのもございませんし、事前のご予約というのも一切あの必要がないんですね。なるほど。ですので、まあ、少しお早めに夕方ごろ、お越しいただいて、どのくらい人がいらっしゃるのかななんていう様子を伺いながら、あのご入場いただけるといいのかなと思っています。なるほど。そうなんですか。まあ、でもこれは本当に、出かけてほしいですよね。本当ですね。あとちょっと思ったんですけど、テレビって結構この舞台上のいいところをこう抜いてたりとかするじゃないですか。確かに。舞台全体で、あと後ろの方の席だと顔とかアップで、もう米粒みたいな感じになっちゃいますからね。そう、見えないですけど、テレビだとこうアップで映したりもしますよね。そうか。そうなんです。まさにそういう楽しみ方もこの大スクリーンコンサートはあるんじゃないでしょうか。じゃ逆に見やすかったですね。ずっとマエストロとかないですよね。ずっと小沢さんを、小沢さんだけ見て、それはそれでね、面白いかもしれないですね。こう演奏家の手元とかね、やっぱりこう弾いている時の表情なんかもご覧、こう間近にご覧いただけるっていうのもこうテレビ中継ならではかなと思いますね。確かに。これもしかしたらチケット買ってる人も、こう例えば一部はホールで見て、二部はちっちゃい見ちゃおうかなみたいな。映像でも見たいみたいな。これすごい企画じゃないですか、これ。どうでしょうね。何分にもこの劇場での大スクリーンコンサートが初めてですので、実はあの我々もですね、どのくらいのお客様にお越しいただけるのか、ちょっとこう予測ができない部分がありますね。でもぜひいっぱいにしたいですよね。ぜひ集まっていただいて、今後もね、こういった形でいろいろの企画が続けられると広がりますもんね。そうですね。やっぱりより多くのお客様に、感動を伝えていきたいなという感じで、こういう機会はどんどんやっていきたいと思いますね。ですよね。で、僕ちょっとね、あのネットの方で調べてたまたま見つかったんですけど、あのゲネプロっていう現実にある本番そっくりにあるリハーサルのことでゲネプロって言うんですけど、そのゲネプロを見学して、ちょっと茨城のさらにちょっと名所も訪ねようっていうような、その JR が企画したツアーがあるんです。あ、そうなんですか。そうなんです、今回初の試みなんですけれども、実はあのこの水戸室内管弦楽団というのは、この水戸芸術館の専属楽団なんですね。そうですね。なので、基本的にはこの水戸でしか聴けないというオーケストラ音楽なんですね。で、それにこう
水戸市の市長さん高橋市長がですね、はい、この素晴らしい水戸の財産であるオーケストラをぜひ多くの県外の方々にも知ってほしいということで、その紹介も兼ねて、はい、この練習を覗きにいらっしゃいませんかというちょっとこう粋なツアーですね。そうですよね。じゃあツアーっていうことは、うん、その練習を見た後に違うところも行ったりとか。そうなんです。あの笠間稲荷神社の方に、ね、こう足を向けたりですとか。稲荷神社も、はい、なのでこう東京近郊の方から、はい、まあ、茨城県に来て、いろんな名物を見たり聞いたり食べたりというような内容でツアーを組んでるそうなんですね。そうなんですか。はい、その中の一つにその芸術館のオーケストラが、ね、オーケストラ、うん、はい、本当茨城でたくさんの人にね、茨城に来てほしいっていうようなことをいろいろね紹介してるわけなんですけど、ね、こうやっぱり文化的なことで、はい、うんうん、かつね、あのやっぱり世界にも通じることを芸術館でやっていることがあるので、 それを見てもらって、はい、でもね、できたらこう見ときました、見ました、帰りましたっていうのではなくて、プラス楽しめるっていうような、これはまた新しいこの切り口だなっていうことを思いましたので、確かに、ぜひこれからもね続けていただきたいななんて思いますよね。さすが茨城の顔ですね、はい、芸術館さん。ありがとうございます、はい、さすがですね、はい、改めて、はい、このこちらのね、はい、大スクリーンコンサートの方にどう行ったらいいのか、情報の方教えていただけますか。はい、大スクリーンコンサートはお日にち来年の1月17日金曜日です。開演時間は、夕方の、7時ですね。会場が6時15分となっておりまして、場所が ACM 劇場となっております。料金は、無料となっておりまして、定員300名様ほどとなっております。先着順となっております。事前の予約などは必要ございません。ぜひちょっとお早めにねご来場になって、様子を見てみてください。はい、はい、本当に楽しみですね。楽しみですね。はい、まあ、そういった形で年末年始、はい、たくさん素敵なことをやられるわけなんですけれども、はい、まあ、今回あの、はい、年内最後の、はい、芸術館アドリスカバリーということで、来週はお休み、ね、そうですね、はい、あの休館日に入ってしまいますので、そうですよね、はい、芸術館年末年始が、はい、27日から来年3日まで1週間、はい、施設のねちょっとお客様がいらっしゃる時にはできない点検ですとか、はい、お掃除などをいたしますので、お休みとなります、うん、お気をつけください。はい、では最後に、あの、まあ、今年を振り返って、あれば来年に向けてということで、うんうん、最後ですもんね、はい、ですね、はい、ちょっとお話いただけますか。はい、はい、水戸芸術館はこの4月から、新たに小沢誠司さんを館長として、はいはい、迎えましたし、あと今年度はですね、劇場の方で子どもたちやある大人向けに、はい、新しく3つのスクールを開講したんです。3つですか。はい、朗読を勉強したり、あとは歌って踊ったり、あるいはその子どもたちにミュージカルを学んでいただいたりというような、なはい、新しい切り口での学校なんかも開講したりして、ある意味こう今年は芸術家にとっては新しい出発の年、うん、そうですよね、はい、という部分もあったと思います。来年はこうそれをですね、よりこう充実させた1年にできるといいなって思ってます。なるほど、いろんな新しいことが行われてるんですね、また来年もね、はい、毎週毎週大変だと思うんですけれども、はい、もっと素敵な話題を、はい、届けていただければと思います。はい、はい、本日の茨城大水戸芸術館アートディスカバリーは水戸芸術館山本久子さんにお話を伺いました。今年もありがとうございました。ありがとうございました。